はい、皆さんこんにちは。サキッチョナース、滝です。皆さん、パパ活ってご存知ですか？最近ではね、馴染みのある言葉かなと思うんですけど、パパ活って一体どういう活動っていうことなんですけど、女性が男性と、食事とかデートをして、で、その、時間分とか、その、過ごした内容によって対価を支払うっていう風な内容になります。今回はね、そのパパ活について、一体どういうことをするのかとか、相場っていくらぐらいなのっていう話とか、体の関係あるのとか皆さんがね、気になることについて動画にまとめてみました。最近パパ活をする女性がめちゃくちゃ増えてるっていうことなんですけど、例えば男性を相手する仕事だと、キャバクラ、ラウンジ、風俗とかいろんなね、夜職あるじゃないですか。で、なんでじゃあパパ活を選ぶのかっていうと、キャバクラとかラウンジだと結構女の子同士の関係性とか、お店に馴染めなかったりとか、たくさんのお客さんと連絡を取り合って引っ張っていかないといけないっていう、そこら辺の手間とか時間を考えると、パパ活っていうのはシフトもないし、自分でスケジュールを組めるんですよね。なので、時間とか連絡に縛られず、自分が働きたいな、お金が欲しいなって思った時にできるっていうのがパパ活なんですよ。で、どのぐらいの割合の女の子がじゃあパパ活を経験したことがあるのかっていうと、あるアンケートでは10人に1人がパパ活をしたことがあると。この数字って結構私は多いなって思いました。だって10人って、大学で例えば40人クラスだったら、4人ぐらいいるっていうことになるんで、結構多いなって思いませんか？そうなんで、身近にね、もしかしたらいるかもしれないよっていう話です。で、皆さんね、気になるのが相場だと思うんですけど、でその相場は本当に女の子とパパによると思います。一般的に言われてる相場としては、その初回のお茶で5,000円、だからだいたい多分30分から1時間のその金額ですよね。なんですけど、次もし気に入ってデートしたいとか、この子をもう定期的なね、関係に持ちたいってなったら、もっとね、それ以上弾むこともあるし、本当に多分天井ないと思います。1回あたり数万の子もいれば、もう月で数百万とか稼ぐ子も全然いると思うし、そこは女の子とパパの兼ね合いみたいなところが結構あるのかなって思いました。ただ今のパパ活市場は、で女の子がめちゃくちゃ多いんですよね。売り手が多くて買い手が逆に少ないみたいな状態になってるので、相場っていうのもね、下がってきてるんですよ。で、その私のチャンネルのコミュニティ投稿で、パパ活をしたことがありますかっていう風に、男性に向けてね、まず質問をさせてもらったんですよ。1000票弱ぐらいあったのかな。で、その中で 100% の方がしたことあると。だからざっくり200人ぐらいしたことがあるっていうことなんですけど、意見もコメント欄でもらってて、みんなそのパパ活に対するイメージって富裕層のめっちゃ金持ちがするイメージっていう風な抱いてる人も多いみたいなんですよ。なんですけど、このコロナ禍でそのパパ活の相場っていうのが下がってるんですよね。で、それは男性の給料が下がったっていうのもあるし、パパ活をしたい女の子が増えて、その供給過多になってるっていうのもあるんですよ。で、あとそのキャバクラとかラウンジとか風俗が流れてくる女の子が増えたことによって、女の子のランクっていうのがめちゃくちゃ上がってるんですよね。これまではその一般のね、女の子が多かった市場だったんだけど、そういう時代の移り変わりもあって、ルックスのね、ランクとかが上がったりとかして、結局女の子自体もお客さんの取り合いみたいな、パパの取り合いみたいになってるわけですよね。本当にパパ活戦国時代だと思う。で、コメントであったのが、その援助交際とパパ活の違いを教えてほしいっていうコメントがあったんですよ。実際その体の環境を持ってる人っていうのも多いと思うし、でも本当に食事だけで稼いでる人もいるし、デートだけとか、そういった人もいるから、必ずしも援助交際みたいに絶対にやるみたいな感じではないと思うんだけど、それしてる女子っていうのも多分半数ぐらいぶっちゃけいるんじゃないかなって思います。もしこの今動画を見てる方でパパ活をしたことがあるっていう、パパ活女子の子とか、あと逆にパパとか、そういう人がいたら、マジでインスタとかに DM してほしいです。いろいろ教えてほしいです。で、またね、それもできたら動画にしようと思うので、意見とかもらえると嬉しいなって思います。で、最後に、その私の意見としては、パパ活っていうのも、確かに一つの稼ぎ方ではあると思うんですよ。でも、やっぱり個人間のやりとりっていうのもあって、トラブルに巻き込まれることもお互いにあると思うんですよね。女の子も、やっぱりその男性と密室になったりとか、する可能性もあって、危険もあるし、男性も男性で、うつつもたすじゃないけど、
既婚者のね方とかだと不倫としてね訴えられたりとかしちゃう可能性があるから、そのトラブルに巻き込まれるかもしれないっていうのだけ頭に置いて、でもしまあやるならやる、やらないならやらないっていうのをね選択してもらえればいいんかなっていうふうに思いました。パパ活っていうこと自体に賛成って言ってるんではなくって、売り手と買い手がいなくならない限りはなくなることがないと思うんですよね。だからまあ買うから売るし、売るから買うしっていう、本当に卵が先か鶏が先かぐらいのレベルの話なんですけど、でもこれっていつの時代も名前を変えてそうやって形としてはあるじゃないですか。一昔前だったら援助交際で、今名前を変えてパパ活っていう、まあ内容も少し違うけどいつの時代もそういうことがあるんやなっていうことで、まあ、ぶっちゃけこれはなくならないと思う。本当にやる際はマジでトラブルとかそういうのを覚悟してやった方がいいなっていうふうに思います。はい、ということで今回はパパ活をテーマにね話しさせてもらったんですけど、もしねコメント欄とかで、まあコメントでは書きづらいか、下にインスタグラムのね URL 載せてるので、もしそういう体験したことのある、まあ、パパさん、パパ活女子さんいれば、ぜひ DM とか飛ばしてもらえたら嬉しいなっていう風に思います。皆さんがねどう思ってるかっていうのもぜひコメント欄でね聞けたらと思うので、たくさんのコメントもお待ちしております。ということで今回の動画がいいなと思ってくださった方は、下のグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイビー。